ージョン。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。ちょっとね、まあ去年のね、そのクリスマスパーティーの話の続きになっちゃうんだけど、まあ、みんなで集まってさ、パーティーやって、でなんかこう話の流れでさ、カラオケ行きたいねみたいになって、久しぶりにカラオケ行ったのよ。だからもう丸4年ぐらいカラオケ行ってなかったんだけど、去年のクリスマスの時にカラオケ行って、カラオケってめっちゃ面白いねめっちゃ面白い、まあ、久しぶりっていうのももちろんあったと思うし、なんか自分の中でもコロナになってから外食っていうのはすごく減ったんだよね。まあスーパー行って家で作るとかの方が増えてたし、あとまあ年齢のこともきっとあると思う。20代とかはさ、仕事終わってなんか誰がいるかも分かんないけど、とりあえずなんか飲み行くとかさ、とりあえずあの店行くみたいなのがあって、まあもちろんそれはそれで楽しいこともあったけど、なんかこう行きたくてっていうか、どうしても行きたくて行ってたわけじゃない時もあったじゃん。なんか仕事終わってなんか行くかってもうルーティン化しちゃってって、でもその時間を自分の中で読書する時間にとか、なんか学ぶ時間に持ってったりとか、当時カラオケとかも、よっしゃ行こうぜって行ったカラオケもあれば、なんかなんとなく例えば始発までまだ時間もあるしとか、なんかやることもないからカラオケ行くって言ってカラオケ行ってたこともあったんだけど、20代とかね。でコロナになって30代になって久しぶりのカラオケやったんだけど、めっちゃ面白かったわ。みんなも行った方がいいよ、カラオケめっちゃ楽しいよなんか世代がね結構違ったから、あ、今この歌この形で歌ってんだとかっていう勉強、まあ勉強というか、あ、サビ聞いて、あ、これかとか、あ、CM で流れてるのこれかとかさ、あ、PV 面白いなとか、いろいろそういう自分のなんか気づきの観点もあったし、でもね、世代がさ、やっぱ違うから、なんか最後、5分前ですとか10分前です電話来てさ、最後、どうしようかってなって、まあ大人10人とかさ、まあ、誰か一人が代表者なんか歌いたい歌を歌うか、何人か知ってる歌を歌うかって、でみんなで歌えるので締めようってなったんだけど、何で締めるって。で俺の友達がやっぱサライじゃないとか言うから、いやちょっと悲しすぎないかって。でもだって世代も違うしどうしようってなった時に、俺が、あ、これ絶対いけると思ったのはスマップどうって言ったら、みんなが、あ、歌いたいってなったので、そっから世界に一つだけの花か、あとシェイクとかいろいろ曲案を出して、最終的にこれだってなったのが、あのライオンハートを歌ったの。これ好きってなってさ、でみんなでさ、カラオケの画面で言うとなんていうの、歌詞出るじゃん、バーって、あれがこう2ページずつぐらい、だから A メロ B メロとか分けないで、で画面が1枚だとすぐマイクコロコロ変わっていくから、それを2ページずつぐらいにして、全然世代違う離れてる人とかでも歌ったのよ。やっぱスマップすげえなってだって知らないっていうさ、歌いたいけどその歌えるほど知らない曲もあるじゃん、スマップじゃなくても。あ、だから俺いいやとかじゃなくて、なんかスマップだったらとにかくなんかカラオケで歌ったことなくて もうずっと聴いてるから、なんか歌えちゃうっていうか、でみんなが、あ、それいいねってなって、だから2023年はそのライオンハート締めましたね、プライベートで。なんかすごいこうなんかね、エモい気持ちになって、最後みんなでこう拍手してね、いや、いい年、いい年末になりましたっつって、やっぱスマップすげえなっつって。そうなんだよ、カラオケ。ちょっとスマップかけていい？スマップいい？ちょっとこのうちの担当が、え、ちょっとここ新曲じゃないんですかって、なんで急に、私そのために来てるんですけどって、このままだとチョコレート食べに来ただけじゃないですかちょっといい？いい？じゃあそれではスマップでライオンハート。
たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷大輔ピースフルデイズ。ブルーノマーズ、ビリー・ジョエル、エド・シーラン、テイラー・スウィフト、クイーン、ロッド・スチュワート、海外から大物アーティストが次々と来日です。ヨック・モック、ロイズ、そしてイブ・シギン、これだけは食べてから帰っていただきたいです。ぜひ感想も聞かせてください。私からのおすすめは以上です。すごいね、これだけたくさんの本当に大物アーティストの方がいらっしゃってんだね。ほう。さあ、今夜は久しぶりにこちらの企画です。ニューエラと私。帽子のブランドニューエラのシールを剥がせるのかという企画から発生してコーナーになりました。あなたのニューエラにまつわるエピソードを紹介しています。なんかさ、うちのさ、そういえば父もさ、このラジオ聞いててさ、なんかこの前年末会った時に、お前絶対シール剥がさねえだろって言ってた。何の話って言ったら、いや帽子のって言う。ああ、ニューエラかって急にだったよ。高知県の美奈子さん。息子の友達の T 君が被っているニューエラのキャップにシールがなかったので、シールは剥がす派なのか聞いてみたところ、本当は剥がしたくない派と言われました。え、じゃあなんでないんだと思ったら、 T 君と同じ息子と仲のいい S 君が酔っ払うと勝手にシールを剥がしてしまうのだそうです。S 君はアラサーで子供もいるいい大人なのに、ニューエラのシールを見たら剥がしたくてたまらなくなり、普段は我慢していても酔っ払ったら我慢できなくなるそうです。なので T 君はどうせ S 君に剥がされるなら自分で剥がした方がマシだと、買ったらすぐに剥がしてしまうとか。私のニューエラのキャップはアジャスタブルで、息子も気に入っていましたが、もう絶対に貸さないって決めました。藤ヶ谷君、気をつけてください。ひょっとしたら実はシールを剥がしたくてたまらないけど我慢しているいい大人が近くにいるかもしれません。俺もうこんなん絶対許せないね。なんかニューエラシールを剥がされることが嫌というよりは、なんか酔っ払うとこうなっちゃうみたいな言うじゃん。なんか俺それが嫌。その普段から剥がす、なんかちょっとこういたずらっ子が酔っ払っても剥がしちゃうんだったらまだわかる。普段剥がさない人は、なんかお酒飲むと変わっちゃうみたいなのがすごい嫌。あとちょっと派生しちゃうけど、俺さ、あれがわかんないんだ、そのなんかちょっとお酒入れないと恥ずかしくて語れないっていうのはわかる。そのなんか、じゃあメンバー同士とかさ、でも酔っ払わないと本音言えないとかってあるじゃん。なんかあれ俺分かんなくて、そのちょっと浅はかかもしれないけど、自分がね、例えば寝起きでもお酒を飲んでなくても言えるのが本音なんじゃないかなって思うんだけど、そこら辺どう？俺これでもやだな、この本当は剥がしたくない派とかね。あとさ、一個これちょっと思い出したんだけど、例えば兄弟で、うちもそうだけど三兄弟、長男でさ、下に二人弟いてさ、もし子供の時に同じニューエラを欲しいってなった時に、俺の子供の時ニューエラなかったからそれは行われてないけど、もしかしたら、まあ頭のサイズ違いでわかるけど、長男と次男が一緒だったら、じゃあどっちかが見た目でわかるようにシール剥がさなきゃいけなくて、お兄ちゃんが我慢して剥がしましたとかもあんのかなとか思った。本当は剥がしたくないんだよね。俺やだな。で、俺もさ、いつもニューエラ被ってるけどさ、こうお店でご飯とか長く食べたりさ、お店着いたりする、こう帽子取るからさ、で後ろの方にポンと置いたりとかしてるよ。じゃあ自分がトイレ行ってる時とかさ、ね、戻ってきたらなんかこう、これなんか変な空気になってんなみたいな。え、どうしたの？
別にみたいな、何みたいな、いや楽しいねみたいな、そうだねって、で帰りね、終わって帰ろうって被るときにさ、俺シールねってなってさ、ほら怒ってるじゃんみたいなさでもみんながいたらなんかあんま怒れないっていうかさ、もう言った、いや絶対タイちゃんはこんなんじゃ怒んないって言ったじゃん俺とかさ、勘弁してくれよって言いながらさ、内心はさ、ちょっと顔マジかよって思いながらさそういうのありそうだね。ずっとかぶってるじゃん、ニューエラ頭から取んないようにするわ。面白いな、本当は剥がしたくない派。さあ続きまして、お名前なしですね。先日藤ヶ谷くんファンのお友達とニューエラ原宿店に行ってきました。キスマイメンバーが訪れたお店で藤ヶ谷くんが購入したのと同じのが欲しかったのですが、すでに完売していて、色地で同じサイズのを購入してきました。そこでシール問題です。中央の大きめなシールは保留とのことで、私もそうしておきますが、つば横の三角のシールと裏の小さいシールは剥がしても問題ないですか、ということで、ちょっとお写真がありますので。これさ、俺の持ってるのない、このつばの横についてるシール。あ、そうなんだ、種類違いで、じゃあシールはついてる。これ剥がしていいんじゃないのこれ剥がしちゃいないよこれ一言これはでもいいでしょ、このサイズだけじゃない。ちょっとね、この裏のシールで、ちょっとこちらもありまして、あやさん、キスマイの YouTube を見てニューエラ原宿店へ行ってきました。久しぶりのキャップを購入したのですが、ツバの裏にもシールがあるのを初めて知りました。藤ヶ谷は裏のシールを剥がしますか。私は以前表のシールも剥がしてたのですが、藤ヶ谷くんを習って今回は剥がしません。剥がすときは一緒に剥がすので前もってお知らせくださいねなるほど、そうそう、これね、裏のシール、ボールのシールもあったりとか、四角いこの MLB のメジャーリーグっていうのはあるけど、俺は自分では剥がさない。でも裏のってすぐ剥がれちゃうのよ。だそしたらもう寿命だと思ってる。自分でメスは入れない。でも使ってればね、ほんと剥がれちゃうからっていう感じかな。このキャップのカーブのはいいでしょ、これは。これ剥がしちゃってください、これすぐこのサイズのもな、このさ、すごい矛盾してること言うとさ、こうやって写真送ってくださるじゃん、人様のニューエラの見るとさ、これ剥がしていいんじゃないかって思うよね。え、わかるでしょ、なんか自分なんだろうね、なんか思うよね。これ全然剥がしたからなんかおしまいってわけでもないし、この問題は今年も延長戦だよね。あれからほんと一枚も剥がしてないもん、家でも。今年は剥がそうとも思ってないしでもなんか剥がれてるのもいいなって思うっていうか、この俺ツバちょっと曲げるから、それで端っこがさ、ちょっと剥がれてきちゃったりとか、あ、これ一気にいったろうかなって思うけど、なんか自然に剥がれたら、なんかそれを待つっていうか、これなんだろうね、自分のせいにしたくないんだろうね。ね、いや、これ、あ、なんで剥がしたのって言われたら、いや、これ、剥がし、本当は剥がしたくない派だけど、剥がれちゃったんだよあ、もちもありますか？もちまハーレさん。藤原さんのラジオでニューエラを知るようになり、いろいろ発見がありました。中でも今まで全く気づいていなかったのですが、芸人の江頭2時50分さん被っていた帽子にニューエガと書いてありました。まさかのニューエラにかけていたようです。江頭2時50分さんが YouTube で時々帽子を被っていることは見かけたことがありますが、藤ヶ谷さんのラジオでニューエラを知るまで全く気づきませんでした。自分の中ではまさかの気づきだったので思わず伝えたくてメールを送りました。確かにそうだね、一瞬、あ、ニューエラかなって、このスペル的にね。でも江頭さんはニューエガを被られてるんだよね。あれ、面白いよね。さ、確か、この正面に江頭さんのニューエガって書いたんだよね。で、ニューエラの方は、あれ、ローマ字で書いてるニット帽ってあるのかな？ニューエラ。多分、N マークは横とかについてるのあるけど、これでも面白いよね。ニューエラをもじったニューエガの。でも結構ニューエラ知らない方多いんだね。このラジオで知りましたっていう方結構多いですよね。
ニューエラの話するとさ、またニューエラ欲しくなっちゃうんだよね。俺今さ、探してんのがさ、たまに、まあ、多分ニューエラさんとどっかのコラボとかなんだけど、このチームロゴ、例えばニューヨークヤンキースとか、エンゼルスとかもそうだけど、そのロゴがあの逆さになってるのが、上と下が逆になって逆さロゴっていうのがあって、それがめっちゃレアなのよ。で、海外だけで売ってるとかもあるし、ちょっとそれ、海外に買いに行くロケ、このラジオで、できないですか、この、まさかの YouTube じゃなくてラジオでね、ちょっと撮影でって言ってさ、あ、なんか、今の時代 YouTube かなって言ったら、あ、これ日本のラジオ番組なんですけど、なんかたまに出んのよ。でもいいね、なんか、それぞれにやっぱニューエラのストーリーがあるっていうのが、いいよね。ありがとうございます。以上、ニューエラと私でした。藤ヶ谷太輔、ピースフルデイズ。ヨドバシカメラは安さ品揃え接客応対商品知識でお客様に感動を。暖房家電冷蔵庫洗濯機テレビパソコンカメラ時計も豊富な品揃えで安い。さらにゴールドポイントカードご利用で 10% 還元。携帯電話の料金プラン新規契約など何でもご相談ください。お店もネットでも安心のヨドバシカメラ。上柳雅彦です。日本放送上柳雅彦朝ぼらけ初めての番組本が発売されました。タイトルは居場所はここにある。リスナーのあなたのそれぞれの朝、日々の放送で生まれた物語、番組の誕生秘話やご好評いただいているコーナー明けの語り人の特別編、私の闘病生活や母との別れについても語らせていただきました。心を込めた一冊となっています。ラジオの番組を一つの居場所として集う人々の物語、番組本居場所はここにある。お買い求めは朝ぼらけの番組ホームページのバナーからぜひどうぞ。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。続いてはこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。千葉県みちさん。私の父は84歳で認知機能の低下により病院の先生に言われて車の運転をやめることになりました。私が物心ついた時から父が車を運転するのは当たり前でした。運転も上手だったし車も好きで何度も車を買い替えていました。そんな父が年を取り運転ができなくなりました。学生の頃は送り迎えもたくさんしてもらったし、私が免許を取る時には運転の仕方も教えてもらったり、お父さんといえば運転手というのが当たり前でした。私は結婚して同じ市内に住んでいますが、先日両親が家に来てくれた時、母が運転をして父が助手席に座っていました。もう父が運転して私のところに来てくれないんだなと思ったらなんだか寂しくなりました。面と向かってはなかなか言えないけど、今までたくさん私をいろんなところに連れてってくれてありがとう。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第二類医薬品です。笑い損ねた日にはちゃんとしたコメディーを、ゆるくて笑えてほっこりする、劇団アナログスイッチがお届けする人より5倍不幸な男と男を幸せにするために集まった5人の座敷わらしたちの笑えて泣けるコメディー、幸せを運ぶ男たちは3月13日水曜日から17日日曜日まで下北沢オフオフシアターで。出演はアナログスイッチ劇団員奥谷千尋、浅田純也ほか、チケットピアで絶賛発売中。詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。日向坂46松田好花です。京都府出身、納豆大好き。最近は週一で整体に通ってます。そんな私が2時間楽しくおしゃべりします。ぜひ聞いてください。
日向坂46松田好花のオールナイトニッポンゼロは今日深夜3時から。ヤホス。ねえねえ、生まれ変わったら何になりたい？俺は野球選手。私はミュージシャンかな。僕は猫。いいなあ、人間たちは。アルミ缶は生まれ変わってもほぼアルミ缶。リサイクル率 90% 以上。アルミニウムは UACJ。 乃木坂46久保しおりです。今年度のラジオチャリティミュージックソンの LINE 公式スタンプが現在発売中です。この LINE スタンプの売上金は手数料などを除いてミュージックソンの募金に当てられます。私の伊豆井をはじめサンドウィッチマンさん、佐久間さん、イルカさん、上柳さんのボイス付きのスタンプをぜひ使ってみてください。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる。油物でムカつくようになってきた。胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジンコアアルファ、元気な胃袋が戻ってきますよ。第二類医薬品です。笑い損ねた日にはちゃんとしたコメディーを、ゆるくて笑えてほっこりする劇団アナログスイッチがお届けする、人より5倍不幸な男と男を幸せにするために集まった5人の座敷わらしたちの笑えて泣けるコメディー、幸せを運ぶ男たちは3月13日水曜日から17日日曜日まで下北沢オフオフシアターで。出演はアナログスイッチ劇団員奥谷千尋、浅田純也ほか。チケットピアで絶賛発売中。詳
詳しくは日本放送イベントホームページをチェック。